イリエサ・バザナ・エリエザ・バズナは、第二次世界大戦中に、ドイツのために、スパイ行為を働いた、アルバニア人である。金銭を得る目的で、トルコのアンカラのドイツの外交官、ルートビヒカール・モイツィッシュに、イギリスの情報を売った。ドイツ側からは、キケロというコードネームで呼ばれ、第一級の情報提供者として認識されていた。しかし、イギリス側は、彼のスパイ行為を把握しており、 ドイツ側に欺瞞情報を流す窓口として利用していた。バズナは当時オスマン帝国の領土であったコソボのプリシュティナでアルバニア人の両親のもとに生まれた。1919年にイギリス軍の軍需品を盗み、さらに父親がイギリス人に殺害されたため、イギリスに憎悪を抱くようになった。刑期を終えた後トルコのイスタンブールに移り、 自動車修理などをしていたが、第二次世界大戦が始まる頃には、アメリカ駐在部官、ユーゴスラビア大使、ドイツの一等書記官、アルベルト・イエンケ等の外交官の召使いとして、働くようになった。しかしいずれも長続きせず、イエンケは、バズナが手紙を盗み読んだとして解雇している。 1942年からは、アンカラ駐在のイギリス大使、ヒュー・ナッチブル・ヒューゲスンの出自となった。1943年10月21日に、機密書類の写真を撮り、ドイツ講師となっていたイエン家に近づき最初の56の文書の対価として2万ポンドの要求を行った。その後も、機密書類を撮ったフィルムを売り続け、ドイツから聞けろと呼ばれるスパイとなった。 ドイツは、情報の代価を、ベルンハルト作戦として制作していた、偽造外国紙幣で支払った。しかし、キケロのスパイ行為は、イギリス側も把握しており、ジェール作戦や、ボディーガード作戦といった、対独疑惑作戦に利用された。バズナは、総額30万ポンドに及ぶ代金を受け取った後、イスタンブールから消えた。第二次世界大戦後、 イスタンブールに戻り土剣会社を始めるが、銀行で偽札を使用したことで逮捕された。1950年に、ドイツの元アンカラ大使館員、ルートビヒカール・モイツィシュが、キケロ作戦という長所で、スパイ活動を明らかにし、1952年、5本の、指という映画に脚色された。1962年に、バズナは名乗り出て、ドイツ人作家に、ワガナは、 聞けろという本を書かせた。西ドイツ政府に偽造紙幣をつかませたことに対する保証を求める裁判を起こすが却下された。バズナはミュンヘンで貧困の中で没した。ありがとうございます。